いろいろこうね、見えないところにすごいこだわりを持ってデザインしてるなっていう感じがすごくしたのと、はい、見せつつも収納力も、うん、インテリア性が高いね、はい、高いですね。なるほどね、はい、こんにちは。こんにちは、インテリアの話の時間です。今日はですね、上野と福島がこの有明ショールームからご紹介させていただくんですが、今日はですね、福島さんあれだよね、はい、収納家具、はいね、お部屋の中にこういろんなものが散らばってしまって、なかなかやっぱりね、あの今おうち時間が長いですので、はい、まあ、お片付けするのにやっぱりかっこいい収納家具にしまおうっていう方が多いってことじゃないの、はい、多いですね。そういうことだよね、はい、ということでですね、人気なその収納家具をですね、今日福島さんにご紹介していただくということになるんですが、はい、今日いくつご紹介していただけるの。今日は4点ほど、4点ほどご紹介をさせていただければと思いますので。じゃあ早速ですね、一、はい、つ目からお願いしますね、はい、よろしくお願いします、はい、どこでしょう、はいはい、こちらですね。こちら、はい、ほうほう、あ、これ石でできてるの。あ、石目調でございまして。おしゃれだね、はい、これね、こんな収納家具があるんだ。はい、これパモーナっていうメーカーさんの、あ、そうなの、リビングボード収納家具になります。パモーナさんっていうとあれだね、はい、食器棚すごいいっぱいあるよね。あ、そうです、メインは食器棚が多いんですけども、あとテレビボードとか。あ、なるほどね、テレビボードね、はい、うん、あの YouTube でもね、あの、はい、取り上げてますよね、今までもね、はい、YouTube でもね。で、これ石じゃないの。石じゃないんです、これは貼ってあるんですけども、石目調の。普通ね、こういう感じだとさ、はい、なんかこう表面はツルツルしてて、あ、いかにも張ってるって感じするじゃない、はい、これはね、凹凸感もあって、はい、言われないと本当に石が張ったんですよって言ってて、分かんないよこれ。そうなんですよ、だから見た目もすごい高級感もありますし、ね、スタイリッシュですよね。そうだよね。で、色目は何、はい、この色目なんだ。あ、色目はですね、うん、4点ほど種類ございまして、こういう石目風なばっかりなもの、はい、石目調が2つ、石目調が2つあるのね、はい、あとウォールナットとシルキーアッシュという、うん、まさに食器棚でも使われている色合いもあります。なるほどね。あ、ということはウォールナットっていうぐらいだから、木目調なんかのもあるんだ。あります。あ、じゃあ色々選べるってことね、はい、ちょっと開けてみてもいい。はい、こういうふうに棚になってるんだね。これ棚は当然だから可動式だもんね、はい、だからいろんなものが閉まりますよ、はい、で、背が高いものはこれ外してしまえば、はい、背が高いものが入りますよ。あ、こっちはシンプルだね、こういうふうにね、はい、ずっと長いものがある。あ、ここにちょっと引き出しがあるんだ。そうなんですよ。あ、ここあれだ、食器棚にあるように、これなんかサイレントレールっていうの。そうです、サイレントレールですね。こうやってバーンってやっても、あ、いいんだ。あ、なるほどね。細かく見えないところにこうやって凝ってんのはいいね。そうなんですよ。しかも扉も同じくでして、扉も同じ、はい、どういう意味。扉も閉めていただく際に、え、強く閉めていいの。はい、バーンってなんなくて済むの。ならないです。指挟むことはそんなないです。あ、こういう風に、はい、あ、すごいね、はい、小さいあのお子さんがいらっしゃる方なんかも安心だよね。安心して使えます。あ、で、幅はこれ 1,2,3,4つっていう扉だけど、はい、これは大きさもいろいろある。大きさも160と120が。ちなみにこれは何の、はい、これは160。あ、160か、はい、ということは多分3枚分で120ってことかな。さようでございます。あ、じゃあそういうサイズも選べますよ、はい、で、これは何、この収納のサイドボードっていうの、はい、これだけ。他にもなんかシリーズがあったりするの。シリーズはですね、あとこの目の前にあるんですけども、センターテーブルも同じシリーズ。ということは同じリビングの中でこうやって合わせられるんだ、はい、あ、これいいね、統一感が出る、ね、統一感出てコーディネートもかなりまとまると思います、ね、なるほど、なるほどね、はい、あと足もほらいいじゃない、スタイリッシュで。そうです ね、あのこんだけ空いてると、あのお掃除ロボットみたいなものも通ったりするでしょ。はい、アジャスター付きですので。アジャスター付き、何アジャスター付き、はい、アジャスター付きって言って、あのお部屋の中でやっぱガタつきとかも出てくる。まあそれはね、1ミリとか2ミリの差はどうしても出ちゃったりとかするもんね。はい、そういった際に、うん、このアジャスターで高さを調整することができますので。ああ、そっかそっか、はい、少しガタついた部分にはちょっとそれを伸ばしてあげたり縮めたりすることによって、はい、ガタつきも、はい、あ、じゃあいろんな角度で置いた時にもちゃんと微調整ができる。できます。あ、はい、あ、いいね、人気ありそうだね。人気あります、うん、よくある。これなんていう名前ですか。これが CE シリーズになります。C 何？ CE滑舌よく CE CE ね、はい、CE シリーズね。CE シリーズ、はい、わ、はい、かりました、はい、あと他にこれ特徴があることがあったら教えて。あと天板にですね、うん、二口コンセントが埋め込みでされてますので、はあはあはあ、意外と珍しいの。珍しいですね。やっぱそのサイドボードの上にスピーカーを置いたりとか、うん、ね、テーブルスタンドを置いたりとか、うん、で、鍵穴も後ろにございますので逃がしもできますので。あ、ここはコードを逃がしたり、はい、コードを逃がす。普通こういうのがないと前に出したりしなきゃいけない。出さなきゃいけないです。意外とこうやって細かいところって大事なんね。大事です。なるほどね。あと中にも一応そのセイター穴の加工をされてますので。セイターの穴の加工、あ、セイターの穴、はい、どっか開けると分かる、はい、一番下のところに穴が開いてます。背の部分に穴が開いてるから、はい、そこからコードを通せますよと、はい、で、普通そういうのがなければ、あの特別に開けてもらったりしなきゃいけないってことか。そうです。もしくは天板の上に置かないといけないので。あ、なるほどね。例えばですけど、ルーターとか Wi-Fi ルーターとかってなかなかあの外に出したくない。あ、多いと思うんです。なるほど。そういうのは中にしまえるってことだ。で、そういうのがないと上に出さなきゃいけないってこと。そうです。それがまた印象変わります。いわゆる気が利いてるんだね。
ます。なるほどね。はい、じゃあ福島さん次じゃあご紹介してください。はい、こちらになります。はい、わかりました。これまたベーシックだね。はい、はいはい。これがサルビアっていう商品、ね。サルビアっていう商品。なんか特徴教えてじゃん、はい。特徴はですね、うん、広島の府中。あ、広島の府中ってあれでしょ、はい、キリザンスでしょ。ありがとうございます。そうです。ああ、じゃあそういう伝統が息づいちゃってる商品っていうことなの。はい、ここ、はい、あれでしょ。これ中切り出てきてるの。できております。あ、でここの組み方もこれすごいんだよね。はい、アルミ構造っていう。ああ、これキリダンスとか高級ダンスとかの昔からの組み方だよね。はい、組み方。いわゆる手作業でこうやって作ったり。職人さんがしっかりと、ね、はい、でこれ切り使ってるんだ。使っております。切り使ってると何がいいの。気密性がかなり高いですので大切なものなんです。こういうことか、はい、こうやって気密性がいいからこうやって押すとこ出てくる。そうです。なるほどね。こういうこと昔のコントみたいな感じだよね。そうです。あ、なるほど。大事なものとか宝物とかそういったものをしまったらいかがですかって、はい、そういうことか、ね、そうです。あ、なるほどね。あと何、扉はどう。両サイドが開き扉になってますので、ここもね、かなり収納力もありつつ、あ、こうさ素材感もいいね。はい、これウォールナットのムク使ってます、ね、ムクなんだ。今、はい、ウォールナットってすごい手に入らないんでしょ。はい、だから質感もいいんだ。はい、あとね、福島さん、私ねちょっと気がついたのは、はい、ここね、はい、普通引き出しってさ、はい、ここの部分は出っ張ってて前の部分ね、はい、こうただこうやってパタッとこう蓋するだけのものが多いと思うんだけど、はい、これさ中に入っちゃうのね全部ね。入ってます、ね、インセットって言うんでしょこれ、はい、いわゆる切り出すと全く一緒だよね。これ一緒の作り方ですね。あ、こういうのはやっぱりリビングに置いておくとやっぱり格が上がるな。上がります ね, ね、一気に高級感が、うん、あるね、はい、でこれも少しあの足が空いてるから圧迫感もないのね、はい、これもお掃除ロボットとか通るもんね。入ります。収納力も兼ね備えつつ下の圧迫感も軽減されたデザイン性も両方兼ね備えてる。なるほどね、そういうものなんだ。でこれは何なの、はい、こちらオプションでシェルフつけることもできますので。あ、これはだって乗っかってるだけ。一応で、あ、ジョイントはできるんだけど、うん、はい、まあ、基本的には後ろかますだけで これ取れるつけられる、はい、だからこれはなくてもいいわけ。なくても大丈夫です。あとでこういうの欲しいなっていう方は後でオプションでこうやってご購入ができるってこと。できます。あ、これ幅はどうなの。幅はですね、こちらワンサイズのみ。あ、これはワンサイズなの、はい、あ、なるほど。あ、そういうことか、はい、あ、いいじゃない、ちょっとベーシックな感じでね、はい、これも素敵、うん、じゃあ福島さん、じゃあ次じゃあご紹介していただくのはこちらでいいですか、はい、こちらのリビングも。これはまたさ、デザインもそうなんだけどさ、はい、なんかこう、レトロだね。レトロですよね、うん、ちょっとミッドセンチュリーな感じだね、はい、ちょっとおしゃれ、うん、他にないデザインと言いますか、うん、新鮮、はい、だからこういう風な感じのさ、ちょっとレトロ調のさ、ソファーなんかに合うよね、はい、非常に相性いいですね。これは何、あの、まずちょっと教えて、はい、ね、素材がすごいやっぱりいいけど、さっきと同じように、はい、これはウォールナット。ウォールナットムクです、ね、あ、ムクか、はい、やっぱりムクやっぱ質感がいいね、質感がいいですね。でこれがなんかちょっと変わってそうだけど、はい、これ収納ができるってことだよ。はい、これが一応蛇腹扉になってまして、蛇腹っていうのはずっと動きます。スライドして、ぜひ動かしてください。やってみてもいい。はい、あ、こういうことか。これ全部編んであんのか。編んでます。で編んであったのがずっと中にどこに入っ隠れちゃうの。これが一周360度、あ、こうなってんのか、はい、すごいね。なっております。こういうのは機械でできないよね、はい、できないですね。今こういうのさ、昔の家具にはこういうのあったんだよ、はい、今あんまりこういうのないよね、はい、あ、まだこういうの作られる職人がいらっしゃるんだ。そうですね、職人の技が光っております、ね、なるほどね。でさ、これさ、今みたいにさ完全に閉めてしまうと、はい、なんかオブジェなみたいな感じになるさ、はい、これだけでも全然なんかでもおしゃれだよね、はい、こういう風にさ、ここ半分までこうやって開けたらさ、こういう表情のものになるし、ここにも飾ってもいいですし、そうでしょ、中隠してでさ、これこういう風にすればさ、フルオープンになるし、はい、いろいろこうさ、なんていうの、お部屋の中で表情が変わるんだな。はい、もう使う方がいろんな表現ができる。そういうことだな、はい、これいいね、これもこれおしゃれだな。おしゃれですよね。ね、はい、やっぱり日本でも有数なブランドが作るわけ、これ。はい、これ徳島のブランドになります。あ、徳島のブランド。徳島はいい家具多いんだよね。はい、多いですね。ね、はい、あ、やっぱりそうなんだ、やっぱりまだまだやっぱりあれだね、はい、これ伝統芸能やっぱあるんだね。はい、あ、でこれさ、他にこういうこれは何、はい、まあ収納というか、はい、サイドボードとかに近いかもしれないですね。コンソールとかにも近いかもしれないですね。 あ、 コンソールっていうか、あー、はい、あとこれシリーズ的には他にはない、センターテーブルになりまして、センターテーブルも蛇腹、蛇腹になっております、下に。あ、ここが、はい、いいじゃん。あ、これもそうなの、はい、でもさ、福島さんさ、はい、ここのエッジの部分とか、はい、ここなんかちょっと違う感じするんだよ。あ、よくお気づきですね。こちらはムク使ってるんですけども、これはムクです。あ、こういう木目がこう繋がってるような、こういうふうなエッジがこうなってるのはムク、はい、ムクソサイズですね。こっちは、はい、こちらが突き板仕様になりますので、突き板仕様の場合はこういうふうになってるんだ、はい、薄いあの木目、天然木をこう貼ってる形ですね、はい、まあでもさ、あの、ムクはムクでね、はい、世界に一つだけの木目みたいなのがあってさ、はい、月板は月板で、はい、あの、いわゆるスライスしたものをこう上に貼るでしょ、はい、だから綺麗だね、木目がね。そうなんです、
じゃあ福島さん次4つ目だよね。はい、はい、じゃあ4つ目はこちらですか。はい、はい、じゃあ高田木工さんのレッチェ。あ、ここに書いてあるね、高田木工、はい、ね、あのちょっとブースがあるのね。はい、はい、ございます。じゃあこれがまあサイドボードというか、はい、まあ、収納家具、収納家具、あ、まあ、でもまあこれ、はい、マガジンラックとも、はい、言われますね。ちょっと教えて、じゃあどんなのなの、はい、これマガジンラックって言われてるのも、この前にお気に入りの雑誌とか、うん、あ、ここに立てられるわけ、前にこう、はあはあ、おしゃれなこうインテリアのカフェとかにもあるような、あるな、はい、カフェとか、あとおしゃれな本屋さんとかにね、あります、あります。ここに一番最新号が載って、ここバックナンバーが入ってきな、なるほどね、はい、あ、こうなってるのか、はい、これフラップ扉ですので、上に上げていただいて、これは、あ、収納、こういう風にこれ全部、あ、全部なるんだ、ますので、あ、こういう風にか、はい、あ、こういうことになるか、はい、あ、なるほど、なるほど、これいいよね、これちょっとおしゃれだよね、はい、見せつつも収納力も、うん、インテリア性が高いね、はい、高いですね、なるほどね、はい、でこれは何、どうなってるの、ここはこれだけでってことは、そうです、こちらがいろんなサイズが8種類ほどございまして、うん、8種類もある、はい、で組み合わせ方が自由にできますので、あ、なるほどね、じゃあここに左右にこれをつけてシンメトリーにして置くとかっていうこともできるわけだ、はい、できます、でこれをもっと短いのがあって、はい、左右に挟むとか、はい、あれのことができるわけ、できます、それいいじゃないですか、はい、で今展示があるのはこういうふうに置いてあるよってことだよ ね、はい、なるほど、で素材もいいね、これね、オークとウォールナット2種類ございます、うん、やっぱり人気のウォールナットも用意してあるんだね、はい、これは今オーク、オークでございます、なるほど、ね、これはこれ明るい感じがしていいよね、はい、これ色目は、色目がこれがですね、巻板のみ、巻板ってどれ、ここの部分、ここの部分ですね、ここ細かいですけども、はあ、この巻板のみは無垢材を使用してます、ね、あ、無垢材してるのね、で、はい、色目はごめんなさい、この色、あ、この色、あ、オークはこの色、はい、ウォールナットってのはちょっともうミドル、まあ、ブラウンというか、そうです、ああいうウォールナットカラーってことね、はい、あ、なるほどね、で、ここだけは無垢を、そう、無垢を毎日毎日触ったりするようなところってのは無垢、傷つきやすいところは無垢に、なるほどね、はい、ここに引き出しがついてるね、引き出しが、はい、あ、なるほど、ちょっとしたこういう小物の収納とかっていうことなのね、はい、あ、で、この引き出しの取っ手の部分もやっぱりこう、あ、ここ掘り出し、あ、ここに、はい、何、この指が入るようになってる、指が入るようになってますので、あ、だから引き出ししやすいですよと、はい、プラス外から見た時もすっきりとした印象を見せますので、見えないよね、全然ね、はい、あ、それがまたスタイリッシュなデザインも兼ね備えています、なるほどね、はい、でもね、やっぱりね、今これで4つご紹介してもらったでしょ、はい、あのね、非常にこうね、見えないところにもすごいこだわりを持ってデザインしてるなっていう感じがすごくしたのと、はいはい、そんだけやっぱりね、あのお部屋の中の散らばってるものをいかにかっこよく収納するかっていうことがお客様が欲してるなっていうのがすごい分かったということでね、はい、あの福島さんみたいな人があのご案内していただければいいんだけど、あなた一人しかいないから、はい、あなたみたいなご案内は全員できるの、はい、みんなできますので、大丈夫なの、はい、大丈夫、じゃあね、ちょっとね、はい、まあ、有明は非常に行ってみたいな、だけどちょっとやっぱりね、まだまだやっぱりちょっとなかなかあの行きづらい環境だなって言われる方は、はい、他にこうなんかご紹介できる術があるの、はい、一応電話、あ、お電話、お電話でも問い合わせをしていただいて、はい、あの時の YouTube 見たよ、あの商品なんだけど、はい、あの色違いないの、大きさ違いは何とかっていうのは電話で聞いてみて、電話で来ていただいて、あ、なるほど、はいはい、あとズーム、あ、ズームとかもやってくれるのね、はい、あ、なるほどね、あと LINE でも答えを、 LINE でも、はい、メールでも、メールでも、あ、なるほどね、お手紙でも、お手紙でも大丈夫、あ、大丈夫だよね、なるほどね、あ、ということでいろんなご手段で、あの、はい、しっかりお客様 の、はい、あのご相談に応じますよ、できますっていうことを言ってたのね、はい、なるほど、わかりました、ということでですね、今後もですね、お客様に有益な情報をしっかりあの伝えていきたいというふうに思います。お気に入りいただいた方はですね、ぜひあのチャンネル登録とグッドボタン、こちらの方よろしくお願いいたします、はい、今日はどうもありがとうございました。